巨大ビアボールが渋谷に出現。工事中の現場に隠された秘密とは期間限定渋谷の道玄坂に現れた謎のビアボール期間店渋谷駅前の八高校を出て道玄坂を進むと、その先にはいつも新しい驚きが待っています。今回、その驚きの一つが巨大なビアボールの広告です。渋谷の街並みと一体化したそのビアボールの広告が、 工事中のエリアとともに何か大きなイベントの前兆を感じさせます。この広告は渋谷の象徴的なスポットに新たな命を吹き込み、人々の興味を引きつけています。渋谷は東京の中でも最も活気のあるエリアの一つです。毎日多くの人々が行き交い、新しいイベントやプロジェクトが絶えず展開されています。そんな渋谷で最近話題になっているのがビアボールです。 ビアボールとは何かそして、その広告の下で何が起こっているのか今回は、渋谷の新しいシンボルとなりつつあるビアボールについて、詳しく探っていきましょう。渋谷駅の八高校を出て道玄坂を進むと、大きな広告が目に飛び込んできます。この広告には、渋谷でビアボーと大きく書かれており、その下では工事が進行中です。 広告の両サイドには巨大なビアボールの瓶が並び、その存在感は圧倒的です。多くの人がこの巨大広告を見て、一体何が始まるのかと興味深踊り字です。SNS でも多くの人が何かイベントでもするのかなこれは期間限定の何かっぽいと予測しています。 実際、震災橋でも同じような期間限定のイベントが行われたことから、渋谷でも何か特別なイベントが開催されるのではないかという期待が高まっています。まず、ビアボールとは何かを説明しましょう。ビアボールは、サントリーが提供する新しいビールのスタイルで、ビールとソーダをミックスした爽やかな飲み物です。 独特のフレーバーと爽快感が特徴で多くのビールファンに新しい飲み方を提供しています。特に暑い夏の日や友人と集まるパーティーなどで人気があります。ビアボールは全国各地で様々な広告キャンペーンを展開しています。特に渋谷のような主要都市ではその影響力が一層強く感じられます。ビアボールの爽やかなイメージと大きな広告版は通行人の目を引き、 写真を撮らずにはいられないほどです。これが現代の広告の一つの成功例であり、ブランドがいかにして人々の日常に溶け込むかを示しています。広告の下で進行中の工事は多くの人々にとって謎めいており、その先に何が待っているのかとワクワクさせます。インターネット上では様々な憶測が飛び交っています。例えば、期間限定のビアボール期間点がオープンするのではないか、 という声や大行列ができるに違いないという予測などです渋谷のような大都市での華やかな展開とは対照的に地方ではその恩恵を享受できないという声もありますある地方の住民は地元のお店ではビアボールのグラス付き商品が並ばないと不満を述べていますこれは企業が全国規模での広告キャンペーンを展開する際に 地方との格差をどのように解消するかという課題を示しています。広告の設置やイベントの開催は、一過性のものではなく、ブランドと消費者との持続的な関係を築くための重要な手段です。ビアボールの広告が設置された背景には、単なる商品宣伝だけでなく、人々に新しい体験を提供し、都市生活を豊かにするという狙いがあると考えられます。 渋谷は常に変化と進化を続ける街です。このビアボールの広告が象徴するように、企業は新しい体験や驚きを提供し続けています。これからの渋谷は、ますます多様でクリエイティブなイベントやキャンペーンが展開されることでしょう。渋谷を訪れる人々は、その度に新しい発見や感動を味わうことができるのです。 もし、ビアボールの期間点がオープンするとなれば、どのようなイベントが期待できるでしょうか例えば、渋谷の中心でビアボールを楽しむための特設エリアが設けられ、ライブミュージックやフードトラックが並ぶ大規模なフェスティバルが開催されるかもしれません。あるいは、ビアボールの特別なフレーバーが限定販売されるかもしれません。渋谷だけでなく、全国各地でビアボールのプロモーションが行われています。 震災橋では、期間限定のイベントが成功し、多くの人々が集まりました。こうした成功事例をもとに、渋谷でも同様の盛り上がりが期待されています。ビアボールの人気はますます高まり、その勢いはとどまるところを知りません。私も実際にビアボールを試してみました。その爽やかな味わいと独特のフレーバーは、一度飲んだら忘れられないものでした。 特に友人たちと一緒に楽しむとその場が一気に明るくなり会話も弾みます渋谷でビアボールを楽しむためのイベントが開催されるならぜひ足を運びたいと思いますビアボールの人気は今後も続くでしょう特に都市部でのプロモーションやイベントが成功すればその影響力はさらに広がるでしょう渋谷での展開が成功すれば 他の都市でも同様のイベントが開催される可能性があります。ビアボールは新しい都市の風景を彩る一部となりつつあります。渋谷でのビアボールの展開は多くの人々の注目を集めています。その巨大広告と工事中のエリアは新しい何かが始まる予感を感じさせます。ビアボールの機関店がオープンし特別なイベントが開催されれば多くの人々が集まり、 渋谷の新しいシンボルとなるでしょう。ビアボールはただの飲み物以上の存在です。それは新しい体験を提供し、人々をつなげる力を持っています。渋谷での展開が成功することを願い、今後の展開にも注目していきたいと思います。最後に読者の皆さんにも問いかけたいと思います。もし渋谷でビアボールのイベントが開催されるとしたら、あなたは参加しますか また、ビアボールをどのようなシチュエーションで楽しみたいですかぜひ、コメントで教えてください。あなたの意見をお聞かせください。渋谷でのビアボールの広告は、単なる宣伝以上のものを示しています。それは、新しい体験を提供し、都市生活を豊かにするための一つの方法です。広告の背後には、多くの人々の期待や予感があり、それが街の活力を生み出しています。 私たちもまた渋谷での新しい驚きを楽しみにしながら、その変化を見守り続けることでしょう。渋谷のような都市では、日々新しい出来事が起こり、そのすべてが私たちに新しい体験を提供してくれます。次に渋谷を訪れる際には、ぜひビアボールの広告を探してみてください。そして、その広告の下で何が待っているのか、実際に体験してみてはいかがでしょうか この広告キャンペーンがどのような効果をもたらすのか、そして実際にどのようなイベントが開催されるのかはまだ未知数です。しかし、それが私たちの興味を引きつける要素となっています。皆さんも自分なりの予測や期待を持ちながら、次に渋谷を訪れる際の楽しみを見つけてみてください。渋谷での新しい体験があなたの日常にどのような変化をもたらすのか、 ビアボールの広告があなたにとってどんな意味を持つのか。そんな問いかけを心に留めながら渋谷の街を探索してみてください。それが都市生活をより豊かにする一歩となるでしょう。渋谷でのビアボールの広告キャンペーンは単なる商業活動以上の意味を持っています。それは都市生活をより豊かに、そして魅力的にするための一つの試みです。 あなたも、この新しい体験に参加し、渋谷での時間を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか